輝きの町市原情報局。今回は平成29年市長定例記者会見の模様をお送りします。市原市長小出譲二でございます。今年度7回目の市原市市長定例記者会見にお集まりをいただきありがとうございます。年度内最後の定例記者会見である本日は、総合計画、平成29年度予算、行政組織機構改革など来年度に向けた取り組みを案件としてご用意いたしました。市民の皆様と行政が一体となって、本市のこの先10年を見据えた総合計画を作り上げ、夢つなぎ、ひときらめく未来創造都市市原を実現してまいります。人の力、地域の力、行政が一体となり町づくりを進めていくためには、メディア関係者の皆様のお力添えが不可欠なものと考えておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。市原市総合計画について概要をご説明申し上げます。私は人口減少、少子高齢化など本市が直面する大きな課題を克服し、新たな未来を切り開くため、市民や市議会の皆様と対話を重ね、10年間のまちづくりの羅針盤となる総合計画の策定に全力を挙げて取り組んでいるところでございます。昨年12月には、夢つなぎ、ひときらめく未来創造都市市原を都市像として、2026年に目指す街の姿を描いた基本構想を市議会において可決いただきました。変革と創造、私はこれを総合計画全体の基本理念として掲げ、常に挑戦し進化する計画として展開してまいります。合わせてこの思いを体現するものとして、総合計画の名称を現時点での仮題ではございますが、変革と創造市原ビジョン2026とさせていただきました。基本計画では2026年に27万人の人口を維持し、さらに500万人の交流人口を創出するという基本構想の目標に向け、若者、女性の転出抑制や出生数の増加に取り組み、人の活躍によって愛着と誇りを創生し、新たな魅力を創出する44本の施策を展開してまいります。これらの施策は、産業経済交流、コミュニティ福祉健康、都市基盤整備安心安全、子育て教育文化、環境の5つの分野と、それらを支える都市創生戦略、広域連携戦略、自治体経営戦略の3つの戦略に体系づけ推進してまいります。実行計画では、未来のまちづくりへとつなげるために3つの重点施策を掲げ、事業の重点化を図ってまいります。重点施策の1つ目は、市原市町人仕事創生総合戦略に掲げる施策であります。2つ目は、人の活躍と地域主体のまちづくりに向けた施策であります。重点施策の3つ目は、人を支える安心安全の強化に向けた施策であります。これらの3つの重点施策に加え、3つの戦略を掲げ、事業効果をより高めてまいります。今後、各分野における個別計画と合わせてパブリックコメント手続きを実施させていただき、市民の皆様から幅広くご意見を頂戴しながら計画の策定を進めてまいります。平成29年度市原市一般会計及び特別企業会計予算案骨子についてご説明申し上げます。平成29年度予算は、総合計画のスタート予算として、税収の低迷が続く厳しい財政状況ではありますが、重点施策を中心に積極的な財源配分を行い、編成をいたしました。規模といたしましては、一般会計は907億3000万円で、5年ぶりのマイナスとなりました。これは大型事業の完了や臨時福祉給付金など臨時事業の終了で、
25億円が減少したことが大きな要因となっております。しかしながら計画事業へは積極的に財源を配分し、規模は過去最大であった昨年度に次ぐ2番目となりました。その一方で財政調整基金の取り崩しの抑制や再発行の抑制で将来負担を着実に減少させるなど、施策の推進と持続可能な財政運営の両立を図ることができた予算と考えております。一般会計の予算規模とその減少要因は先ほど説明をいたしましたが、増加要因としては民間保育所整備への補助や最終年度となる防災庁舎の整備費の増大などがございます。次に歳入の特徴ですが、市税では主に固定資産税の家屋分と焼却資産分でそれぞれ増加が見込まれるなどにより4億3000万円の増となっております。地方交付税は2年ぶりに財源不足団体に転じるものと見込み、普通交付税を5000万円計上しております。地裁は建設事業の減少で5億4000万円 9.8% 減の49億8000万円を計上しました。次に歳出ですが、扶助費は全体の伸び率は 0.4% 増と鈍化しているものの、障害者自立支援給付費の増大などで過去最大の249億4000万円となっております。特別会計への繰り出し金は国民健康保険事業特別会計では被保険者数が社会保険等への移行で減少しており、保険料収入は減少するものの医療費の増大により3億4000万円と大幅に増大しております。このほか介護や後期高齢者医療の特別会計は対象者数が年々増えており、繰り出し金は全体で6億円 6.2% 増の102億3000万円となりました。投資的経費である普通建設事業費は防災庁舎建設事業で3億5000万円、民間保育所整備補助事業で6億2000万円、それぞれ増えるものの、福増クリーンセンター第2工場基幹改良の完了などにより、総額では12億2000万円、11.5% 減の93億9000万円となりました。これらの財源需要に対応するための財源対策として、財政調整基金を10億円取り崩しております。なお、財政調整基金の平成29年度末での残高見込みは44億円となり、昨年の同時期よりも約2億円多く確保できる見込みです。また、被災の借入れ残高も減少する見込みであり、規律ある予算編成ができたものと考えております。平成29年4月1日付で実施を予定しております。行政組織機構改革案の概要につきましてご説明申し上げます。まず、総合計画のスタートに合わせ、変革と創造に向けた計画の推進体制をより明確化するために、企画部企画調整課を総合計画推進課に改称します。次に、総合的な子育て支援体制の強化を図るため、子ども福祉課の出先機関として、子育てネウボラセンターを新設するとともに、すべての子どもの健やかな成長を一体的に支援するため、保健福祉部から発達支援センターを移管し、子育て支援部を子ども未来部に改称します。次に、公共資産マネジメントをさらに推進するため、企画部に公共資産マネジメント推進課を新設するとともに、財政部契約検査課に財産活用係を新設します。さらに、他局ネットワーク型コンパクトシティの具現化を図るため、都市計画課に
コンパクトシティ推進室を新設するほか、交通政策課を企画部から都市部に移管します。また危機管理体制の強化を図るため、生活安全課防犯対策室が所掌する事務を危機管理課に移管し、防犯対策係とするほか、残土等埋め立て等の指導を強化するため、不法投棄対策課を不法投棄対策残土指導課に改称します。その他、各種課題等への対応といたしまして、公営企業部門の経営強化のため、下水道4課を水道部に統合し、水道部を上下水道部に改称するほか、管理監督範囲の適正化を図るため、生活福祉課を2課体制といたします。旧市原ショッピングスクエアビルにかかる資産活用の事業者募集についてご説明申し上げます。当該ビルはイトーヨーカドー市原店が入店していた商業施設であり、平成23年2月にすべてのテナントが撤退したことから、平成24年3月に市原市が無償譲渡を受けたものであります。市では今年度、民間事業者との対話を通じてアイデアやノウハウを聴取するサウンディング型市場調査を実施し、当該ビルの活用について検討してまいりました。この結果を踏まえ、市原市総合計画基本構想で掲げる JR 五井駅周辺の中心都市拠点の形成を実現するため、活用を図る事業者を公募型プロポーザル方式により募集いたします。公募の概要といたしましては、良好な街中居住を推進するとともに、必要な都市機能を誘導するため集合住宅を確保し、加えて子育て支援や社会福祉、商業施設等の整備を求め、地域の活性化を目指すものであります。土地建物の処分価格は売却基準価格として2億1200万円を予定しております。今後のスケジュールにつきましては、募集要項を公表し、4月中に優先交渉権者を決定し、売買仮契約を締結した後、平成29年第2回市原市議会に議案として提出し、6月中の本契約を目指します。続いてその他の案件です。まずはじめに庁舎強靭化対策の取り組み方針についてです。平成25年決定の本庁舎耐震対策の方針により、緊急対策として進めてきた防災庁舎建設工事も平成29年12月末に竣工予定であることから、今後庁舎の強靭化対策など具体的な整備方法について検討を進めます。次に入札契約制度の改善についてです。入札契約制度の透明性、公平性及び競争性をより高めるとともに、建設工事の品質確保の取り組みを総合的に推進するための改善を行います。続いて市原アートミックス2017作品鑑賞パスポートの販売についてです。この春開催する市原アートミックス2017の作品鑑賞パスポートの販売が開始されました。今回は郵便局と販売委託契約を結び、市内35局の郵便局にてパスポートを販売します。輝きの街市原情報局、今回は平成29年市長定例記者会見の模様をお送りしました。